おはようございますこんにちは、こんばんは、どうも、ノーミルクさとでございます。ということで、今日は、えー、また、弊社、スタッフ、福島君に出てきていただきながら、今のちょっと京都について話していきたいなと思います。ということで、福島君、今日は、というか、今日もよろしくお願いします。 ははいこんんにちは皆さん福島ですすどうぞよろしくし,よろしくお願いしま君、週末、広島戦あったけど、はい、その広島戦、現地行ってきたんだもんね。あそうですね、はい、もともと予定はなかったですけど、ちょっと別の予定が入りまして、うんうん、それに合わせて、ちょっと見に行けるなっていうこともあって、見に行けるんであれば行こうというところで行ってきました。うんうん、いやー、すごいサポーターだわー。 まあというところで、まあ、ただ、とはいえ、ちょっと京都側というか、見る若ではね、はい、それこそやっぱりこう今のこういろんなこうチームというか状況をこうみんなに知ってほしいよということも含めて、まあ、広島結構フィーチャーしながら、やっぱり洗い直すにちょっと,とてもなハートトリックとかもありましたから、まあ、広島側面からちょっと話したところは多かったものの、はい、やっぱりちょっとやっぱり今ね、京都がえどうしても勝ちが続いてない状態ということもあり、はい、やっぱり京都、サポの福島君に、 世界なんで今、こう、京都サポート一人としてというか、まあそんなにこう、なんか大きく言っちゃうとちょっと大変だけど、なんかただ単にこう、やっぱ京都ずっとこう見てき、見てきてらっしゃるこう方に、い。なんかいろいろ今どう思ってるのかなってことを聞いてみたいなということも含めて、普段だったらね、最近、あの、レビューとかプレビューをこのコーナーというか、お送りさせていただいたところ多かったものの、ちょっとレビューという形とはちょっと違って、今どう思ってるのかなってことを聞いてみたいなと思って、え、 仕事中にもかかわらず、また、省、えーはい、権限で呼ばさせていただいたありがとうございます。すみません、仕事中に。いや、とんでもないです。ですみません、うしいです。はい。なで、はい、皆さん、これ聞いてらっしゃる方も、もしかしたら仕事の休憩中、または、ね、営業先の移動中とかっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、今ね、はい、京都、どんな感じなのかってことをお話していきたいなと思いますので、皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい よろしくお願いします。ってことで、あのもしあのよかったらあのチャンネル登録とかしておいていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ってことで、早速参りましょう。まあ、広島線ありましたけれどもというところで、はい、こんな感じでしたね。えー、京都、左、広島、右ということでしたけど、まあ、先ほど言った通り、ね。 なんか広島も結構メンバーを変えてきたりだとかして、そして新井直樹選手がハットトリックを決めるという、なんかすごい,良い試合になっちゃいましたけど、はい。なんか福島君あれでしたね。なんか僕らも広島戦のプレビュー出したけど、はい、京都がメンバーというか、そもそもシステム変えましたね。そうですね。はい。うん、ちょっと予想してたあのメンバーとフォーメーションとガラッと違うような感じでしたね。はい。なんかこれ現地で見ててというか、 はい、なんかこうファン他のこうファンサポーターの方含め、どういうリアクションだったかとか、もちろん福島君的にどう思ったかみたいな、と,と思っていて、はいあそうですね、はい、あのちょっと心配してた鈴木選手だったりとか、うん、吉野選手だったりとか、うんあの、豊川選手がスタメン復帰ということで、確かに、うん、あそこはめちゃくちゃポジティブなところで、はい、よかったですね、はい、あよかった,ただなんかね。 あのスリーにしてくるんだっていうのをちょっと思ったところで、はい。なんかそこら辺なんかどう思ったとか,とかあったりする？そうですね、でも本当に、まあ、こういう負けれない状況、まあまあ、勝てない状況を続く中で、うん、もうやっぱり何かを変えないといけないっていうのもあったりとかっていうので、ううん、うん。もうやっぱ策を打ってきた。 結果ななんじゃないかなと思いますよねね確かに、ね、なんか俺個人としてもとか、まあ、僕らは、ね、それこそプレビューを出してるから、まあ、そこで話したことが、はい、それこそお前らの相違だろうって言われたらもうそうだとしか言いようがないんだけど、はい、まあ俺どっちかっていうとすごい好感触なんですよ。はいあの今回今節で言ったら例えばフロンターレがあのガンバに13で負けたのも同じ説で起きましたけど。はい なんか僕、そのあこれ京都の話をしたいからちょっとフロンターレも使うんだけどなんかフロンターレって、鬼木さん前の試合でこう大量失点とかしたりとか複数失点みたいなことがあると過密日程下の間であれば次の試合ってちょっとあの落としたいじゃないけど、はい、やっぱ失点って絶対減らさなきゃいけないじゃない、はい、だからあの中盤の構成ダブルブランチトップしたみたいな感じにしてなんとなく全体こう、こなんていうんですか。 両チームともがこうハイインテンシティな試合にならないようにちょっと落としてくるみたいなところがあって。はい、で、だけだから失点は減るみたいな、そういう流れが多かったんだけど、ガンバ戦はそうはせず、いつも通りアンカープラスインサイドハーフにした。結果的には負けちゃったけど、多分それでやってて勝てるって多分見込みがあったから、多分それやったんだろうなと思ってて。はい、で、京都も同じで、4バックで行くよりかは、これ、この3、まあ見方によってはもちろん5バックって見方もあるけど、 要はこれ、広島と完全マッチアップじゃないですか。そうですね。はい。全ポジションというか。だから、やっぱ2022のワールドカップ、日本代表よろしく。いや、全ポジ、マッチアップスタイルで、それぞれの局面で、まあ、ワンオンワン、またツーオンツー、絶対勝てみたいなところはあったんだろうなと思って。はい、要は、京都がこう、生き残っていくすべ。これからまた J1、現状だったら最下位だけど、 これからやっぱガンとこう上がっていくためにだったら、今の広島クラス、まあ、今ちょっとね、勝ちはあんまりなかった時期ではあったけども、ワンオンワンに強い、この広島相手にちゃんとデュエルで戦えたのであれば、京都は上がっていけるんじゃないかみたいなことをなんか判断してこうしたんじゃないかなと思ってて、はい。なんかそれはいい判断だったんじゃないのかなってすごく思っちゃって。はい まあ結果負けてるから、しかも01とか12とかじゃなくて05で負けてるから、多分それをいいっていう判断はちょっとしてないとは思うんですけど、はい、なんかでも、調査的に考えて今後の京都に必要なことはこれなんだってことで、なんか下した判断なんじゃないかなと思って、なんかちょっとそういう意味では効果を持てたなーっていうのが、はい、なんか僕目線ではあったりしたっていうのが、ありましたと。はい、はい。で、あと、まあ、ちょっとそれをね、あと福島君もちょっとまとめてくれたっていうところで言うと、こんなですね。はい 2勝3分け、だからこの間もちょっと違うところでも話しましたけど、この2勝あれですよね、その川崎と神戸ですよね。そうですねはい改めて見るとすげえとこに勝ってんなって思いますけど、3分けのただ、10敗目。そうですよね、はい。10敗目,、ねはい、目になりましたね。そうかで、その下、直近5試合書いてもらってるけど、まあ、町田戦の03、福岡戦の23、で浦和戦の03の、広島戦の05。はい そうか。ボー戦に点取ってるとはいえ、4試合連続で3失点以上。ね、そうですよね、大きいですよね。これはきつい。だから4試合で14失点そうですよね。うこれ結構しかも、黙食見たんじゃないあ、僕です見たと。そうですよね。はい。半分以上、現ンチ行ってるもんね。うん、そうですね。今季は一回、結構、いけてますね。はい。そうだもんね。はい。 どん,どん見てます結構、意気承人って言い方はちょっと言い過ぎかもしれないけど、結構現場の雰囲気知った上でこれ、喋ってくれてるもんねのかな、ね、ままそうですね。今年は6回見に行ってますね。はい。<そう> <laughs> すごいな。なるほどね。で、はい、それこそ今、広島戦の話、まあ、ちょっとしちゃったところではありますけど、広島戦、はい、う見てて、 現地で見てて他なんかかったこととかあります、はい、あそうですね、えっと、なんか広島がなんですけど、うん、もうちょっとパスつないであの崩してくるようなことをするのかなと思ったら、うんうん、意外とあのロングボールでソティル選手にぽンって当てるボールを使ったりとか、なんか前線からの守備がすごくあのアグレッシブで,うん、うん、で、そういうところに苦しめられたなっていうのが。 すごく印象的でしたなかなかとサンガーの方としてはうん、うん、逆にあのそのハイプレッシャーの中ボランチのところだったりとかあの、うん、センターバックからのパス出しのところでも常に狙われている状況でもパスを出さざるをえない状況がたびたび続いてでそれを奪われてカウンターみたいなのが2点目とかそう,だよ、ね、そうですよね。はいあ ボランチには、ね、なかなかもうちょっと丁寧なパスだったりとか、うん、あの余裕を持ったパスを送りたいはずではあると思うんですけど、うん、なかなかそういったのが、まあ、前線の問題だったりとかそういったところもあるとは思うんですけど、うん、なかなかちょっと苦しい段階をずっと続れましたね。はい、うん、そうだ,よ、ね、多分だけどこの広島のメンバーは僕も最初スタメン見てびっくりしたのがミツと結局、ね、僕らもこうプレビューで話してたミツ、はい、タ選手が。 そもそもスタメンじゃないなんていうちょっと新しいパターンできて、はい、あと塩谷選手もスタメンじゃなく、中野修斗選手が右のセンターバックに入るから、はい、新井選手が右のアウトサイド、はいで、センターフォワードずっと務めてた大橋選手がセンターフォワードじゃなく、右の車道の位置に入って、あとはボランチの,の松本大社が左の車道に入ってっていうところで、はい、なんか松本選手、なんか練習試合とかでこの一列前やってるっていうのは僕もなんか聞いてたところではあったんですけど、はい でもだから、ああ、なるほどなってのは、僕もちょっと試合で見えたところはあって、はい、なんて言うんでしょうね、あの、ロングボール蹴っちゃって、まさにその福島君の言うように。 はい、思えばそのソテリそははちゃめちゃになんかどうにかして当てたりもするから、はい、でそれのこぼれ先を多分なんか練習やってられたりその大橋が意外とすごく読めてたんでしょうねあ。はいはい、で大橋は多分読めるのとあとこのチームで最も運動量が激しい選手ってのが松本大志選手なので、あのー、結果的なその運動量とかってのは一旦さておき試合内の。 はい、あの単純に持久走バトルやるんだったら、多分この今出てる画面上の選手全員合わせても、一番は多分松本大使になるんじゃないかなと思うぐらいの選手なので、はい、本当、松本大使か宮本というのはどっちかだと思うんですけど、あはい、だ多分そのこぼれ玉で松本大使が拾えればってことだと思う、はい。で、ね、でもただ、そこさえかいくぐれば、京都としては広島がそうやってロングボールを放ってくれるんだったら、 真ん中のゾーン活用できるだろうっていう意図はあったんだろうけど、はい、あそこをうまくこうやられてしまった感じというか、でただとはいえ、なんか思うのは、これも結,結果論って言っちゃったら結果論でしかないけど、あそこでコーナーキックがあって、あんな一番前のニアの人がすらして入れるってのは、はい、やっぱりあれはむしろ荒井選手の。 シュートがうまかったなとも思うし、直接フリーキックも、正直、新潟、サポレスら、あんまり、こう、荒井君のフリーキックで知らない状態だったので、はい、だから、広島も京都も、多分みんな、え、あんたが蹴るん、え、決めるん、みたいな感じはあったと思うから、そこももう、結果論、しょうがなかったなとは思うし、そうですね、はい。あと、荒井の、やっぱり、あの、スーパーミドル、左足の、はい。 あれをちょっと抑えろって言われてもなってところがあったから、最悪、洗いの3点分っていうのはどうにかしなきゃいけなかった、あとは多分空気感によるものだったと思うから、はい、だから福島君の言うように、俺も思うのは、やっぱりそつないでっていうところで、センターバックからのボランチってところは、むしろ京都のそのアクションを広島は狙ってたんじゃないのかなっていう、はいはい。で狙って 狙われちゃって取られちゃったからちょっと気持ちダウンした京都と狙えちゃったし奪えちゃったし点も取れちゃったってところで乗った広島っていうところはあったろうなと思うからやっぱり最近われわれもプレビューレビュー出してるけどちょっと1点目、鍵なところ多いですね。 サッカーがね、そもそも2点、3点、そもそも本当だったら入らないゲームだって言われたら、だから1点目、点取られたらそれそうだっていう人いるかもしれないけど、それにしたってやっぱり1点目の重さってところがちょっとのしかかってんのかなーってのすごく感じましたね。そうですよねはいうんなんかサポーターさんたち的にはどうだったんですか、この1点目こう決、ま、あのー、決められてしまった河村選手。いやー、でも本当、みんなまたかみたいな、のやっぱりゴール決められたとは、やっぱりありましたけど。うん、うんうんうん まあでも本当に、あのー、試合通してもですし試合終わってからでもですし本当あのサポーターの方の,、うん、あの応援ってもうずっと止まらずでうん、うん、もう本当に僕もちょっとツイッター x のって書いたんですけど本当僕もすごく心を打たれるものがあったというか本当もずっともうすごい,ない、あのー、苦しい内容だったと思うんですけどそんな中でも最後まで諦めず応援して。 されてる姿っていうのは、はい。これでしょ,ょこれ写真っ、ねですね、撮ってすね。そうですね、これちょうど試合、これ試合前のやつですね、うん、はいそう。ちょうど。いやー、なんかいろいろね、こうやって写真を撮ってきていただいて、はい、これ練習、これ試合じゃないですよ、皆さん、練習中のね、やつ、ね、<laughs> そ,うそうですね、はい。<laughs> いいスタジアムだよな、一回行ったらより思うけど。あ、そうですよね、はい。あの、ちょうどこれ、あの、5月21日にこれ出てると思いますけど、ちょうど同じ日の昼12時に、えー、ミールワーカーのサブチャンネル、トラナナチャンネルで、マーさんがちょうど、あの福島君と同じように、この土日は、えー、お仕事で大阪の方に行っていたというところがあって、はい、あのパナスタにマーさんは行ってたとこ。 というでなかなかこういう最近のやっぱコロナ禍とかもね京都とかだとその時での開業だったのよりもしてたからなかなか我々も関西方面とか関東以外のところでは行けてなかったってところもあったんですけどまずちょっとお仕事のタイミングでなんでパナスタに行くことになったのかっていうのその事の顛末あのはあ、い、<laughs> っていうそういう流れとかもあるんですけどあの大爆笑珍道中の話にもなってたりするのと、はい、あとパナスタ良かったっていうところの話があるのでちょっとそちらも聞いていただければと思うんですが。はい はい、あとはこうね、いイエスなんかい,い,いやいいスタジアムよね、本当ね、ここ、そうですよね、ここはい。なんか重い一個取ってきたらこのこれなのこれ、はい、これこれはあれですね、そうですね。あのちょうど僕もあの去年い去年の最終戦のアリノス戦に行ったのがさい最後。 っっててこと初めてだったんですけど、うん、変わってることとかないかなとかって見ながらちょっと外とか歩いたりしてたんですけどうん、うん、なんかこんな感じであのー、やっぱり今あのどこのスタジアム行っても外国の方がたくさんいらっしゃって明らかに住んでる方じゃないんだろうなっていうような旅行の方なんだなっていう方も多くてここちょうどチケット売り場のところなんですけど、うん、ここが、あのー、案内が英語で出てますけどチケットインイングリッシュヒア ところどころもあの英語表記があったりとかっていうので外国の方でもあのチケットが買いやすいようなあの仕組みがされてたのですごくあ<ー>あの優しいかなと思ってで去年とかだったらあの買いたいけどなんかどうすればいいのかなみたいな方がなんかちらほらいらっしゃったのが印象的だったのでちょっともったいないなとかっていうのも思ったりはしたので。うん すごくいいな思うな京都すごいなそう考えたらなんか俺2か月前のマリノス戦行ったりしましたけど確かね、はい、外国籍の,あのマリノスサポだと思われる四しご人の集団とか見かけたなと思ってああそうですかはいあの一家の手前のあそこの広場あるじゃんはいあそこでなんか団子と牛串みたいのな食べてたような気がする、ね <laughs> <laughs> なるほどな。そうですよね。なん,<れ>なんかスタジアムにもあの今東京都内とかでも正直、はい、本当にたまにたまにさ渋谷とかと銀座あたり行くとさはい。えここ本当に東京みたいな時あるじゃない。<laughs> ありますね。いやそうなんですよ。よこれ一応地方の皆さんに言ってたか、はい、銀座のあの三越とかあるとビビるんですよ。日本人比率50%は切ってるだろうなって。 あからさまなタイミングがあるんですけど、そ,ね、それはさておいて。はい、でも、だからそれだけ、こう、あれですよね、その外国籍の方がこう日本に来られたりすることが増えたりするし、はい、そこからだからサッカー見に来,来られてるとか、あと実際これリアルな話で言えば、これ、ミルアカのメンバーシップかなんかでも言いましたけど、あ,のあくまで僕調べなんですが、はい、あの外国人スカウト強化部代理人の来日、もしくは各スタジアム来場者、来場、 確率みたいな。はい多分現状でも歴代ナンバーワンだと思うんですよ。シーズン半分行ってない段階で、はい、多分歴代ナンバーワンのレベルで、はい、まあその方々はね、多分スタッフさんが案内されるってところはあるとは思うんですけど、はい、なんか代理人さんだとたまに普通にこうチケット買って入られるってこと、はいケースもあるって聞いたことがあるので、はい、本当にチームにも隠れて見に来るみたいな。なね、はい だからもだからやっぱこういう取り組み一つでもやっぱり一コつ一コつでもあってこう、うん、外国籍の方がこうそんなりこうちゃんと入れるよっていう仕組みあるのはなんかすごくいいなって思います。そうですよね。はい。<の>京都っていう土地柄絶対人来るもんね。そうなんですよね。本当も京都駅ってやっぱりびっくりするんですけど、外国の方が本当に多くて、うん、でちょうど京都からあの亀岡の方に向かうあの辺とかもすごく外国の方があの電車の乗り場の辺とかもすごく。 溢れててで、うん、ちょうどこの試合の時もあのあユニホーム見て今日試合があるんだみたいな感じであのちらほら喋っておられた方がいたのであ<ー>本当今、ね、京都ってそのオーバーツーリズムで問題になってるのでその溢れてる方たちをあ確かに、ね、スタジアルうそうです、ね、なんに前日とか、まあ、もちろんあの広告とかは京都駅前にあるのはあれなんですけど。うん あの前日とか当日とかでも、あのー、見れますよとかなんかっていうのを PR でできればなんかやっぱりサッカー好きな方外国の方多いのでそうだよねなんかうまいこと、はい、の観光資源として使いたいってところあるよねそうですよね、うん、できればかなと思いますねだからんかあなんかパソコンだからちょっとチケットのところとかでも住んでる方はあるかもしれないですけどちょうどその旅行者の方とかでも パスポートとか見せたら、あの、うん、簡単なタオルマフラー差し上げるとか,か、そんなの、あいいね、なんかね、あの、わざわざなんか買ってとかは難、旅行の最中なんで難しいかと思うんですけど、うん、そういう取り組みとかもできたらいいのかなとかっていうのは、勝手に思ってました。はい、なるほどね。なんかこう 僕、やっぱこのデータマンっての、実は海外のお仕事とかもたまーにやったりするわけなんですけど、意外と結構、はい、あの本当ど、仕事でドプロな皆さんは、結構 J リーグ見てらっしゃる方多くて、はい、であの海外と正直あの、ね、ビッグクラブのどこが優勝するって話なんだけど、J、はい、リーグだと正直どこが優勝するか分かんないから、スペクタクルで面白いんだってよく言ってるんですよ、その方々。はい、あと、この間、個人チャンネルで普通に雑談配信してたら、なんか、はい あのいらっしゃったのがあの、はい、ベルディとナポリを応援している海外の方がいるって話聞いてしかも結構長いことなんかもっとこう J リーグやっぱヨーロッパも含めていろんなとこそのスペクタクルさとかもなんかアピールしてても面白いんじゃないかなとあ最後ちょっと順位表のところ触れながら行こうかなと思うんですけどニュースも出ましたけど多分喜寿さんは監督体制継続の意向ということで。うん 当日はちょっと当日のコメントではちょっともしかしたらみたいなとこはあったんですけど、うん、で昨日ニュースで出てましたけど、うんはい、引き続きというような形になりそうですね,、はい、ねなんかこれも思ったのがそのまさに幕末が言ったことではあるけどその、はい、フロントスタッフとかとの足並みを揃えながら っていうコメントでしか、一応、やっぱね、その長期でさんが試合後に残したものではなく、それはそれでしかなくて、要は、はい、みんながどう思って、どういうチームにしていきたいか次第だなっていう、あれなんだろうなと思ってて、今の本当、と福島君く言うように、はい、そのオーバーツーリズムというか、だから、はい、ある意味では、すごい、よりスペクタクルなサッカーというか、だから、はい、例えば、ロいわゆる00とか0110を試行するようなサッカーにするのか、それとも544555みたいな、本当にそれサッカーかっていうような。 どっちのサッカーにこう振り切るかってこともやっぱり一つなのかなと思っていて、はい、で、それ、例えばスペクタクルなサッカーにすれば、それはそれでやっぱりちょっとファンキーなチームはあるじゃねえかってので、まさにその観光客の方がやってこら,やってこられるって方あ可能性もちょっとあるのかなと思うし、はい、だ京都のスタッフだとか、そのステークホルダーの皆さんがどう思ってるか次第で、多分ん、張監督をちょっと監督として、チームの作り方変えていくんじゃないかなと思うものの、ただそういう、はい、なんていうんですか ちょっとこうチームをどうしようかってことを考えながら勝つチームにしていくんだっていうその思いが京都に対しての思いが一番強いのは多分キレさんだよね。そうですよね、うんはい、他の方がいきなりこうやってきて例えばすごい監督もっとすごい監督ってのはもう国内外問わずいるかもしれないけどで勝てるようになるってのはあるかもしれないけどじゃあ魅力的なチーム作りができるかとか。 京都というのはこういうことなんだっていうのを示せるような人が現れるかって言われたらまたちょっとそれは違う気がするのではいやっぱりキ瀬さんとこのやっぱりメンバーがいてどういう形でなんか2024京都三業を作っていくのかそしてこれ以降のこう京都三業のゲームモデルを作っていくのかっていうのがやっぱりこう注目されるところなんだろうなっていうのを改めて思った次第でしたと。はい いうと,ころですということで、あのーはい、これはね、一応、広島戦のレビュー代わりという形で出しているところはあるから、はい、またあの週末、名古屋戦ね、はい、ありますもんね。それでのプレビューは、えー、ルファンのあとにこれ出したいと思いますので、なので、それはまた、週の後半に収録して出したいなと思いますので、ま,あ、まず京都の現状、こんな感じですよというところを、皆さんにもちょっと把握していただければというところでの回でございました。はい はい。ということで、福島君、ありがとうございました。はいごちそうさまでございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またでございます。